しみだね。時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップ、立ち遅れました。8番湘南アデラ、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。ああ行った行った、オルコックアラビアンがやはり行った。ちょっと離れて12番カプチーノでやります。ヘロド、それからエクリプス、そしてその後ろから10番ゴドルフィンバルム、アキュラスペンサーが並んでいます。肩のアメリカン、それからもう一頭フェミニンポルックス、その後ろ5馬身くらいあって6番ラーレアラビアン、そのうちマッチェム、ちょっと離されましてマイアリーターク、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気の湘南アデラ。前でやりますが、前7番オルコックアラビアンがレースを引っ張るようになりました。それから離されましてカプチーノ、そして3番手に1番エクリプスでやります。外を通って2番ヘロド、それからアキュラスペンサー、そして内からは10番ゴドルフィンバルム、肩のアメリカン。この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。さあ世界一を決める冬の陣はいよいよ最後の直線勝負。湘南アデラ、直線の伸び足はどうか。先頭はオルコックアラビアン、3番手にアキュラスペンサー、オルコックアラビアンが抜け出した。オルコックアラビアンが大きくリード、外から差を詰めてきている湘南アデラ。先頭は7番オルコックアラビアン、マイアリータークが差を詰めてくる。マイアリータークかわして先頭に立った。マイアリーターク先頭、1着マイアリーターク、2着は際どい、内カタヌアメリカン、外フェミニンポルックス。
れた。休憩していい？
一番人気。ただいまより投票受付を開始します。さあ決着の時、この最終戦で雌雄が決します。栄冠をつかむのは果たしてどの馬でありましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのはダークドラグンが行く構え、12番シアターオブドリーム、そしてその後ろから7番クライシスパンドラ、外を通りましてペパリーゼキング、そして5番手にホープスダイラストであります。この辺りちょっと離れているシンワンナーレアストラルメイズ、ほとんど馬体が合っています。9番ヨハネ召喚、その外に11番シトサラスバティ、内から1頭10番フォーク反抗期ウェルメイヤローズ、それからもう1頭メスウマー、場内がどよめいている、場内がどよめいています。これが先頭ダークドラグーンであります。12番シアターオブドリーム、それから離されまして8番ペパリーゼキング、内を通りまして7番クライシスパンドラ、そしてその後ろから1番ホープスナイラスト、ちょっと離されましてアストラルメイズ、徹底的にマークしているシンワンマーレーと的場仁志、いやーこの男は怖いぞ。その後ろ3馬身くらいあってヨハネ召喚、数々のドラマを生んだ戦いもいよいよ最終章を迎えます。アストラルメイズ直線の伸び足はどうか。さあ先頭はダークドラグーンが3馬身リード、2番手にシアターオブドリーム、4番ダークドラグーンがまだ粘っている、アストラルメイズは内の方から差を詰めてくる、ここから届くのかどうか。先頭横山とダークドラグーン、クライシスパンドラが差を詰めてくる、捉えたかわした、クライシスパンドラ1着、クライシスパンドラ確定しました。